はいどうもじゅんじゅんです。ということで今回はコルセアの HS80MAX を紹介していきたいと思います。ということで今回はですねコルセアのヘッドセットを紹介していくんですが、自分コルセアのヘッドセットを使うの初めてで、今まで結構ノーマークだったんですけども、やっぱコルセアらしいなかなかな高級感を持ち合わせてるんじゃないかなと思います。ということでまずは開封からやっていきましょう。箱を開けていくとヘッドセット本体、今回は無線のヘッドセットなので USB ドングルが1つ、めちゃくちゃ英語まみれの説明書が2枚とドルビーアトモス用の説明書が1枚入ってました。あとは布巻きだけど若干固めのケーブルが1本、以上。外観はこんな感じ。今回は白いヘッドセットをいただいたんですけども、シルバーっぽいカラーリングも要所要所入っていて、ちゃんと金属製のパーツを使ってるので結構高級感とかあるんじゃないかなと思います。触ったらちょっとひんやりします。ここだけイヤーパッドはグレーの布系のふかふかモコモコの素材になってまして、まあレザーじゃないのでそこの部分は高級感っていうよりも長時間つけていても蒸れないような素材感になってます。物としてはそこそこやわめです。でこちらは伸縮ができないタイプのヘッドセットになってまして、その代わり頭の上の部分にゴムバンドがありまして、ここで頭を支えるという形になっております。まあ、極限まで頭がでかいともしかしたら入らないかもしれないんですが、自分が装着してみた感じこんな感じになるんですけど、自分も結構極限に頭がでかいんですね。まあ、自分がつけてもある程度いけるので、おおよそほとんどの人は大丈夫なんじゃないかなと思います。でゴムバンドの部分に関しては長さの調整ができます。後ろがマジックテープになっていて、ここをペリペリ剥がしてちょっと長さを長くしたり短くしたりすることができます。でボタンがわりかし少なめで、電源ボタンと音量のプラスマイナス、そして右側には Bluetooth の接続のボタンがついてます。音声のミュートとかに関してはマイクをですね下げたり立てたりすることでミュートのオンオフを切り替えることができます。まあその代わり残念ながらこのマイクは外すことができません。わりかしこう曲がったりしてですね、自由度は高いんですけども、まあ、マイクを外してちょっと軽量化するっていうことは残念ながらできません。重量は 354g となっております。まあやっぱちょっとここの重量は少し重めかなと思います。であとは有線接続に関しては一応ですね Type-C のこのコードをつなぐとですね接続、有線の接続ができます。他のヘッドセットみたいな AUX 端子というか接続に関してはできないので、そこのところご注意ください。続いて音質や音の傾向に関して、音質はなかなかいいものになってるんじゃないかなと思います。まあ、価格が2万円ちょっとというところでミドル価格ぐらいのヘッドセットにはなってるのかなと思うんですが、まあ、実際に聞いた感じでもしっかりとワイヤレスヘッドセットながらいい音質で聞けるのかなと思います。もちろん同じ価格帯ぐらいの有線ヘッドホンにはどうしてもかなわない部分はあるんですけども、一応 50mm のネオジウムドライバーっていうのが使われていて、音質に関しては妥協を感じられないヘッドセットになってるかなと思います。で音の傾向としては低域がそこそこ持ち上がっていて、中域から中高音域にかけてしっかりと芯がある音作りになってるかなと思います。でこの辺のね中音から中低域低域にかけてと比べると、高域に関してはやや控えめという形の音作りになってるかなと思います。まあ、この辺は参考程度に聞いていただければと思うんですが、で音場だったり低位感に関しては横に広がるタイプの音場になっております。ヘッドセットなので縦も聞きやすいは聞きやすいんですけど、縦の聞きやすさを追求するってなるともうちょっとね縦も聞きやすいヘッドセットあるかなと思うので、まあどっちかっていうとゲームの傾向的に Apex とかこう2回3回とかの敵と戦うよりもバロとか CSGO みたいなもう少しこう平面的なマップで戦うゲームの方が相性はいいかなと個人的には感じました。続いて HS80MAX のソフトウェア周りのお話をしていこうと思います。まあ、IQ というソフトウェアがありまして、こちらを入れてもらうとですねイコライザーだったりとか、ヘッドセットだと不思議なキー割り当てというものが存在します。これスクロールプレスって書いてあるんですけども、この音声のプラスマイナスのボタンの部分がですね若干押せるようになってます。ここを押す時の、スイッチの割り当てキー割り当てを変更することができます。めちゃくちゃ珍しいですね。あとはコルセアのロゴの部分の RGB を切り替えることができます。まあ基本的に単色にしか光らないのって何かこうグラデーションみたいな光らせ方はできないんですけども、自分の好きな色に変えることができます。あとはやはりイコライザー機能ですね。
これを使って敵の足音の帯域を上げるともうちょっと足音が聞こえやすくなるとかの調整ができます。ぜひこの辺はゲームをしながらですね、こうやって数値をいじくってみてください。続いてこちらサウンド ID の個別設定っていうところ、これですね、簡単な聴覚テストをしてヘッドセットの中のイコライザーとかを調整して自分好みの音に変えてくれるというですね機能になります。まあ5分ぐらいですね、簡単なこうピーピピみたいな、こうほんと聴覚テストみたいな音を聞きながらですね、指示に従ってやるとちょっとこう自分好みの低域な音がちょっと盛り上がってる音とかね、まあそういったものに変えてくれるという機能になります。1個だけちょっと微妙な点をお話しすると、むちゃくちゃここの部分がですね英語になってまして、そこだけ英語苦手だなっていう人は大変かもしれないです。あとはデバイス設定というところで明るさの調節だったりマイクの音量調節をすることができます。まあイコライザーだったりとか RGB を使ってですね、自分の好みのヘッドセットに変えていただければと思います。ラストマイクのテストをしていきましょう。現在コルセア HS80MAX ワイヤレスで録音しております。音声、音質はいかがでしょうか？ちょっとキーボードとかマウスを音を連打してみようかなと思います。まあ、音がどれくらい入ってるかとかですね、聞き比べていただければと思います。ということで以上、今回はコルセア HS80MAX ワイヤレスをご紹介させていただきました。全体的にやはりコルセアらしい高級感なデザインと音質もなかなかに悪くなくですね、バッテリー時間も最大この RGB 消したりすると64時間ほど持つので、なかなかに高寿命なヘッドセットになってるかなと思います。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。